ル会をなんとですね強行してしまったという昭恵夫人ですね。安倍総理のご夫人でございます。またやってくれましたね。どうなってるんでしょうね。森友事件も言ってみればですね、昭恵さんが勝手なことをやったから、その火消しに総理がずっと追われて、もう法律まで踏みにじらないといけなくなったというね。まあ本当にね、女性は魔性のものかと思うんですけども、でも。あら、誤解しているよ。森友事件は、昭恵が勝手にやったのじゃないよ。昭恵が勝手にやって、総理が火消しに追われたのじゃないって。森友事件は、国有地を8億円も不当に値引きした事件なんだ。森友の幼稚園は教育直後という不当な教育を良い教育だ、良い教育だとやっていた。そういう極運の幼稚園であるために安倍豚うんこと、それと最悪団体の日本会議が喜んで褒めすやしたんだ。それで安倍と日本会議は森友幼稚園のような極右学校を流行らすために講演会の講師先生を次々と送り込んだんだ。日本会議の田久保会長、それに桜井よし子という極右のババア、自民党で大臣を長く務めた平沼赳夫などなど、安倍と日本会議の策略が沸騰してきたところに、昭恵が森友の名誉校長として乗り込んだというわけさ。